何もかも終わらせてやる。あれにぶちかませ。 白、大丈夫か？白の陰謀だわ。敵は決まっておる。
兄ちゃん。ヨナ。一緒に帰ろう。妹についていた魔物は消えた。はい、ヨナを頼む。お前の悲しみがわかるだろう。そんな都合のいいことは言わない。仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ。いたたたた。
どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。何する気だ？この後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。いやだ、いやだ、俺はまだ素人。まったく、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何？シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。生意気なやつめ。守るものがない。魔王、お前は ヨナの様子は？そんな。大丈夫だ。シロ、どこにいる？探しても無駄だ。故に今のうちに言っておく。ヨナは恐れるな、諦めるな。どうやって？ヨナの思い出せ。俺たちの。大丈夫。ヨナの好きな食べ物は？それはヨナの好きな本の。それはね。ヨナの好きな場所は？それはヨナの好きなお花。そのお花は？じゃあね。ヨナが一番好きな人は？ヨナ。これヨナの体？そうだよ、お前だけの体だ。お兄ちゃん大きくなってる。大人の人みたい。ああ、あれから少し時間が経ったんだ。お姫様
女になったみたいね。ヨナ、よかった。本当によかった。お兄ちゃん。カイネ。妹と仲良く平和に暮らす。カイネはどうするんだ。私は、もしよかったら俺たちと。遠慮しておこう。私にはまだ片付けなければいけない問題があるからな。問題？個人的なことだ。では元気でな。カイネ。お兄ちゃん見て、綺麗。光を見たいって誰かがずっと叫んでた。やっと見られたね。Drive.